ここはエイビーですね。阿部って書いてあるんですけど、エイビー。最初来た時に分かんなかった、阿部というのかと思ったんですけど、エイビーと言います。こっちはですね、福祉大学かな、横須賀の福祉大学ですね、だったと思います。この辺は安浦といってですね、昔はちょっと町のイメージが良くなかった時期があります。赤線地帯ですね。横須賀で安浦というと、そういう、地域という名前ですね。だから駅の名前が福祉大学という名前に変わってしまいましたね。ちょっとイメージが悪かったので、そうですね、研究校の駅の名前も変わるぐらいですね。あの地元の人ではちょっと安浦という名前あまり好ましくないかったですね。こう横須賀港、漁港になります。動かしですね、魚関係を扱っていて、そのまま、食堂があってですね、食べれるんですね。ここで食事する人多いですね、よそから来て。それからこっちが汚水処理場。横須賀漁港ですね。多すぎると今度はここは高校なんですね。私ですと確か高校だったんです。横須賀学園とか言ったかな、女子校だったんですね。女子校でしたね。静かな日曜日ですね。勉強するにもいい環境じゃないかなと思います。あ、違う、これは下水処理センターですね。下水処理センターです。もうすぐ三春になります。横須賀でも南部になりますね。横須賀の海釣り公園に来ました。これ防波堤沿いですね。釣り客が多いですね。で、まっすぐ行くと観音崎です。